軍旗は陸戦旗や陸軍旗ともいい、二人で行う中国のボードゲームである。四人で行う軍旗も存在する。東中旗軍人将棋、フィリピンのサルパカン、及び西洋の万丈遊戯、ストラテゴによく似ている。相手の駒の配置に関して限定的な知識しか得られないため、不完全情報ゲームに属する。軍機の目的は敵の防御を破り、 その軍旗を奪うことにある。味方の軍旗は敵に取られないようにする必要がある。パスはできない。自分の番になった時、どの駒も動かすことができなければ、負けになる。投了した場合も負けである。二人制軍旗の番自陣と敵陣はそれぞれ縦に5本、横に6本の線及び車線が引かれており、駒は線の交点のいずれかの場所に置かれる。 両陣は三本の縦線で結ばれている。軍機の番には様々な衣装が施されている。駒の動かし方に関してそれぞれ異なる機能を持っている。細かく競技者ごとに12種類25枚の駒がある。駒の片面に駒の名前が記されており、もう一面はどの駒も同じになっている。以下に駒の一覧を記す。基本的に階級の高い順に記したが、 一部特殊ルールがある。階級の高い駒は階級の低い駒を取ることができる。階級が等しい場合は相打ちになり、両者とも番から取り除く。駒の階級は、司令軍長、市長、旅長、団長、英長、連長、配長、公平軍機であり、階級の高い駒と低い駒では階級の高い駒の方が勝つ。それ以外のケースについては特殊的であるので、口実。 このうちいくつかは特別な能力を持っている。競技者はそれぞれ駒を自陣内に並べる。駒の名前を知る下側を自分に向けて敵に見せないようにする。ルールによっては表を向けて敵に見せるやり方もある。すべての駒は平坦か大本営のいずれかに置かなければならない。作団は一段目に置いてはならない。地雷は下の二段のいずれかに置く。 軍機は大本営の一つに置く。それから交代に一度に一つの駒を動かす。駒は道路で繋がった隣の場所に動かすか、または線路を使って遠くに動かすことができる。自分の他の駒がいる平坦や相手の駒がいる行営に動かすことはできない。駒を動かした先に敵の駒がいる場合、二つの駒の階級を比較する。もし両者の階級が違う場合は、 どちらからぶつかってきた場合であっても、くらいの高い方の駒を残し、くらいの低い方の駒は、盤上から除く。もし両者の階級が等しければ、両者を、盤上から除く。指令が取られた場合は、軍旗を表返して、軍旗の置かれた大本営を明らかにしなければならない。敵の大本営に駒が入ったとき、それが、軍旗のある側であれば、勝ちになる。 もう一つの大本営を選んでしまった場合は、通常のルールに従う。攻撃した側の駒が大本営にいた駒に勝った場合、勝った駒はそこに置かれ、それ以降動かすことはできなくなる。しかし、そこに自分の駒があることで、もう一方の大本営に軍旗が置かれていることが明らかになる。階級の比較を行うための電子式の審判用機械もある。また、 オンライン対戦の場合は、プログラムが階級の比較を行ってくれるので、審判は必要ない。旅長や市長で敵の駒を攻撃するのはうまい、やり方である。それが定位の駒なら取ってしまえるし、好意の駒ならどこに好意の駒がいるかがわかるからである。定位の駒は敵の行衛に侵入するのに適している。公兵は地雷を除去して、 敵人の5段目と6段目の道を開けるのに使用する。作段は、誤爆を防ぐためにできるだけ早く行営に送り込むか、敵の指令や軍長が軍機を取るのを防ぐために使うか、地雷を破壊するのに使う。地雷とその周囲の駒の配置は、大本営を安全に防御できるようによく注意して、並べる必要がある。典型的な4人用の軍機の番軍機からの主な、 派生は4人で遊べるようにしたもので、四国軍機と呼ばれる。4人用の番は2人用の番を2つ90度の角度で重ね合わせた形をしている。自分の反対側の競技者がチームを組み、もう一つのチームと戦う。どちらかのチームの両方の競技者の軍機が取られるか、両方とも相手を任すことができなくなって両者が引き分けに同意した時にゲームは終了する。 軍旗を取られた競技者は、負けを認めて、自分の残りの駒を全部盤上から取り除く。かつ見込みがない時は投了することもできる。その場合、反対側にいる仲間がまだゲームを続ける場合は、ゲームはそのまま進行するが、そうでなければ、敵の勝ちになる。チームの一人が負けを認めた場合でも、残った仲間が、後の二人を両方任してしまえば、勝ちになる。 4人の陣地が交わる9つの点は、公共の領域に属する。線路には曲がった部分があるが、線路に関するルールは2人制の場合と同様である。駒を動かすときは、黄色の線に沿って動かすことができるが、角矢印のような動かし方はできない。公平はやはりこの制約が当てはまらず、線路で行けるところならどこへでも行ける。軍機には、様々な変則ルールが存在する。 通常、ゲームを始める前に、どのルールを使用するかを競技者間で話し合う必要がある。軍機はオンライン対戦に向いた要素が多い。2000年前後に4人制の軍機を中心にオンライン対戦が盛んに行われ、一時は中国基因に軍機の部門を作ろうという動きもあったが、現在はそこまでの盛り上がりはなくなってしまった。携帯ゲームなど、 狭い画面で動作させる場合、コマの名前を一文字に省略することがある。この場合、コマの形は正方形になる。ありがとうございます。